リックネットに収まらなくて、三つ編みとかしてもこんな太い三つ編みになっちゃうから全然ダメなの。香水はディオールのピンクのやつです。サークル入ってません。可愛すぎて衝撃ですか。自分の芯を持ってるところも大好き。ありがとう。ああ流れちゃうよ。ああ何時くらいに寝ますか。昨日は12時前に寝ました。髪染めたことありますか。7回ぐらいブリーチしてます。ブルーミングブーケですか。このピンクのこういう四角いボトルのやつ。でも香水そんなにつけないです。ディズニーカチューシャ何にしよっかな。楽しみ。私なんか高校の友達が好きすぎて今日もいっぱい会ったんだけど、もうなんかねめっちゃ好きなの。とにかくライトつけたい。ベトナム家族旅行じゃないです。冬と夏は夏の方が好きです。どのくらいの頻度で美容院行きますか。月1以上。次海外行くなら、あ、韓国行きますよ来月。過去ですか。そうです。すごい暗くなってきた。もう5時か。買い物に行かないとな。コロナじゃないですよ。明日は予定があります。してみたいコスプレって何ですか。あるけどやるか分かんないから秘密です。ね、夏になくなっちゃいましたね。今日は何食べましたか。今日は文化祭でお好み焼き串と唐揚げと焼きそばとクレープとガトーショコラとキャロットケーキ食べました。全部シェアだけど、もう食べ過ぎてお腹が気持ち悪いです。本当に胃が辛いよ。明日から中間テストです。応援してください。もう中間テストなんだ。頑張ってね。インスタ閉じた方がいいよ。あ、ポンデケージも食べた。大学3年生です。食べ過ぎちゃった。次の日は何食べてますか。ヨーグルトとか。いやでも正直食べ過ぎた次の日って食べれなくないですか。気持ち悪くて。
冬にしたいことは、山中湖に行きたいです。山中湖か河口湖のヴィラに泊まりたい。どっかおすすめありますかね。本当は年越しをなんだっけ、初日の出をが綺麗に見える宿に泊まりたかったんですけど、コミケの後に行くのは多分辛いからお家で過ごすことにしました。就職の話したくないのにみんな就職の話してきて嫌です。やめてください。 SNS ぐらいそういう話やめようよ。大丈夫、あ、みくるちゃんありがとう。大丈夫だよ。コミケの写真はあれです、撮影スペースでなら撮れますよ。でハロウィン、ありがとう。またなんか別のシリーズとかでクリアストーンさんの置いていただけるみたいだから、池ハロ行けません。池ハロ行ったことない。お菓子ありますか。カプリコが好きです。カプリコとアルフォートが好き、チョコ系が好きです。あやさんこんばんは。お洋服この前注文した青いセーター届きました。着たくてでも外出の予定がなさすぎて早く着てお外に出かけたいです。国試合格したらまたたくさん会いに行きます。勉強頑張ります。しーちゃん頑張ってね。アクセサリーも可愛い、ありがとう。タバコ吸ってません。アニオンエッグヘッドに近づいてきてもね、やつね。アニオンさ、でも追いついちゃうからアニオンに挟むのかなって思って、血液検査ですごく、いやまだ検査来週もあるのでわかんないんですけど、使ってるデジカメの何の種類ですか。サイバーショット T9 と、なんだっけ、100M3 みたいなやつと、あとなんだっけな、あ、ソニーの α7-3 とキヤノンの、忘れた、キヤノンのエオスかな。アニオリ大好きです。全然あんまりじゃないですよ。5時のチャイムじゃないかな。アニオリめっちゃ好きです。アニメ版ワンピースと漫画のワンピースは別のものだと思ってるので拒否感とかないです。ハンターハンターはクロロが好き。アニオリ挟むのかな。そうそう、白血球がねめちゃくちゃ少なくて死ぬかと思ったの。あと血小板でももう大丈夫です。
ほうちゃん大好き、ありがとう。次の髪色、紫かピンクか黒で迷ってます。ピンクがいいです。ピンクの髪好きです。私可愛くない？ピンク森。あ、でもそれか黒かな。冬だし。でも冬って黒い洋服が多めになるから、それだったらピンクでも可愛い気がする。自撮りするときは iPhone カメラですか？ iPhone カメラです。ボブに切る予定はないです。もう髪は切りません。今のところロングの予定です。後悔したから。サンジコスやばいです、ありがとう。ネックレスみんな聞くけど見えないのかも。ネックレスはシャネルです。ジャンプ本誌で他の漫画読んでますよ。ほうちゃんのピンクムリも好きだった、ありがとう。ぎっしぎしのね、ぐしゃぐしゃだったけど、やっと髪質が生き返ってきました。ここまで長かった。ブリーチする予定はありません。もう髪も染めないし切らないです。ずっと黒髪サラサラロングの予定です。うん、ずっと黒髪。ヘアオイル今は使ってないです。ケラスターゼなんだっけ、使ってます。ピンク森にしたいに行きます。おお、楽しみにしてます。京都また来ないですか？しょっちゅう行ってますよ。来月も行く。趣味が旅行だからいろんなところにいっぱい行ってます。ヤマト好きなんでヤマトコス見られてよかったです。よかったです。喫煙所じゃありません。腰入れ予定ないです。コンカフェで働きません。私も大学4年になってから染めたい欲より黒髪ストレート、ねえチヤチヤにしよう。地元帰らんからコミケ行く。その後そのままアーク行くんでしょう。高校卒業したら髪染めようと思ったけど、でも一回染めた方がいいよ。私もすっごいたくさんブリーチして、あ、もうこんな髪の毛ギタギタになるならやめようって思ってやめたから、うん、経験経験。そうだよ、みんなコミケの会いに来てくれて、この後アーク行ってくるわって去年もねたくさん言われたから。一人で旅行行けますか？行ったことあるけど楽しくなさすぎてもう行かないです。予定よりも早い新幹線で帰りました。一回派手髪にしたら黒髪の方が落ち着くって結論になるけど、今は派手髪がね、あるよね波が。私もたまに染めたくなるけど、もう黒入れすぎて多分染まらないんだよね。うん、ヤッホー先売り。ハロウィンパーティー行かないの？さっきからねずっとね君たちと行くディズニーの話をしてたんだよ。カチューシャ何にしよっかなとか。後で LINE 返すね。何着よう。ほんとまたイニシエっぽい絵文字を。デ
ディズニーコーデってめっちゃ迷わない？どうしようかな。ひばりちゃんから公開されてなかったっけ？次のさ、新刊の表紙に出てた気がする。いつ行くかは秘密です。ゆで卵って毎日食べてますか？いや、毎日は食べてないです。あ、新エリア6月なんだ。マックス107キロから75キロ。すごい。おめでとうございます。かおちゃんの好きな系統の名前が知りたいです。モード系か、なんだろう。でも結構カジュアルめが好きです。なんか T シャツデニムとかで全然。捨ててスカート履こうと思ったけど短くて落ち着かないんです。短めのもの履くときに、カバンに巻き込んでめくれないようにぐらいかな。昼寝から起きたらライブ見れて嬉しい。おはよう。ディズニー行った時の写真本当に好き。かわいい。ありがとう。喋り方淡々としてて意外でした。淡々としてるかな。してるのか。あまり喋るのは得意じゃないです。ひばりちゃんから見てきました。お、よかったです。国内でおすすめの旅行先ありますか？あ、でもこの前行ったアルペン立山黒部アルペンルートすごい良かったです。あおちゃん、はい。セクハラでブロックの対処の基準ってどの程度ですか？気分です。男子の好きな髪型を教えてください。特にないです。札幌でおすすめのお店ありますか？すすきのの福助っていうジンギスカン好きです。大学からの友達どれぐらい関わってますか？私も高校の友達大好きで、高校の、いや、それでいいと思います。別に大学高校とか分けなくても普通に好きな友達と好きな時に会える関係がいいんじゃないですかね。シンプルに大学が遠いんですよ。だからね、あんまり行かないの。京都でおすすめのお店ありますか？この前載せてたあのお蕎麦屋さん美味しかったです。 DM で足見せてください。ブロックしますか？はい、します。どっちかを抱えてるの怖いし、みんなの質問に優しく答えてるの好き。優しいなら良かったです。どこら辺歩いてるとかありますか？かけたら声かけてもいいですか？見かけたら声かけて大丈夫です。でも特に歩いてるとことかはないです。渋谷とかじゃない。あんまり外に行くの好きじゃなくて、できたらなるべく早く、いつも1秒でも早く家に帰りたいと思って外出してます。ドフィー推しいいね。銀座ってよく行けますか？普通に人並み程度。でもなんか目的なくどこかフラフラしたりとかあんましないタイプです。あのね、本当に家が好きなの。ずっと家にいたい。
レンベックマン推し、サボ推し、いいですね。私もベックマン好き。言われて一番嬉しい言葉って何ですか？なんだろう。考えておきます。家が好きで学校終わるとすぐ帰ります。わかる。家族になんかお土産とかでも買ってっちゃうから、いつも駅のあのさ、月替わりで、あ、日替わりとか週替わりで入ってるポップアップみたいなのとか見るのはでも好き。このまま元気、元気だよ。今犬と遊んでる。カラコン、これグレーカラコンじゃないです。なんか茶色いやつです。たまに出る絵が本当に好きです。私笑ってました。駄菓子で、お菓子で好きなもの、チョコが好きです。出身は東京です。夜ご飯の買い出し行かなくて大丈夫ですか？今お父さんがお仕事終わるの待ってるのでまだ大丈夫です。甘いもの食べますよ。全然、さっきもキャロットケーキとかドーショコラ食べたし。普通にお菓子も食べるし、炭水化物も食べます。ただ別に毎日常に食べてるわけじゃないから太らないです。差し入れとか食べ物大丈夫ですか？生物じゃなければ大丈夫です。体育祭の疲れ、体育祭こんな時期なんだ。お疲れ様です。好きな野菜何かありますか？キャベツとズッキーニとキノコ類全般とブロッコリーが好きです。野菜全部好きです。嫌いな食べ物、苦手な食べ物ないです。何でも好き。好きなアクセサリー、このつけてる指輪は全部お気に入りです。好きな洋菓子はタルト系が好きです。ダマンドの生地が好き。ハンターハンタークロロが好きです。ヒソカンとイルミも好き。毎日体重測ってますか？測ってます。体重めっちゃ測ります。眠い。筋トレ頑張ってます。お、偉いですね。姫カット好きです。姫カットじゃないですけどね。もう好きなパスタ、カルボナーラが好きです。 MBTI は ISTP です。体重を記録するアプリ、記録してないです。普通に前の日の体重覚えてるから、なんか習慣になってるので特にグラフとかにはしてないですよ。食事も前はつけてたけど、だいたい今見たら どれが何キロカロリーぐらいかわかるから、なんとなく今日一日このぐらい食べたなみたいな。
ショートスリーパーじゃないです。普通の人です。7時間ぐらい寝たい。でも大体二度寝します。おすすめのカラコン YouTube 見てください。今多分色味分かりにくいから。フリーレン見てますよ。自分磨きしようと思えるようになりました。よかったです。一日何キロカロリーを目安にしていますか？基礎代謝より取らなければ太らないので、その程度にしてます。男ですが、美容とファッションに力入れてたら男のくせにって言われます。母さんは男性の美容についてどう思いますか？いや、特に何も思わないですね。美容院いっぱい行ってたらいっぱい行ってて偉いなって思うし、お化粧してたら意識高くて偉いなって思います。マイナスな印象はないです。まやちゃんだ。お仕事終わった。お仕事お疲れ様。いつもありがとう。何々についてどう思いますかみたいないっぱい聞かれるけど、もうほんとそれ以上にも以下にも思わないです。あまり人に対してなんだろうな、道歩いてる人が赤い服着てたら、あ、赤い服着てるなって思うけど、赤い服着ててやだなとか思わないじゃないですか。そういう感じです。タトゥー入れてません。コスプレモードありがとうございます。ハロウィンは何もしないです。水色のジャケットありがとう。ハロウィンなんかしたかったけど忘れちゃってた。間に合うかな。31でしょ。31って何してる予定なんだろう私。アーカイブ残さないです。 MBTI ISTP です。 ISTPA です。仲いい友達も ISTP と INTP でとっても居心地がいいです。富山県来てほしいです。また行きたいですね。今熊とか大丈夫ですか？こんばんは。こんばんは。 SNS で投稿するときに気をつけてることありますか？誤字脱字とか。めちゃしてるけど誤字脱字。もう自分で見返しててひどくてびっくりします。だからもう文字あんまりツイートしたくない。本当はユニバ行ったことありますか？年パス持ってます。おーちゃんの高校時代ってどんな感じでしたか？高2まではコロナ前だったのでギャルって感じでした。でも高3になってからはコロナ禍だったし受験生だったので、なんですかね、もう本当に
学校行って予備校行って帰るみたいな。クリスマスイベントとかの予定ありますか？イベント？ああ、バーイベとかみたいな、そういうのはないです。クリスマス付近もう予定入れすぎてやばいですよ、本当に超忙しい。友達と話す時もこんな雰囲気ですか？え、全然違います。全然めっちゃ喋る。友達と話す時は全然違いますよ。こんな喋り方してたらね、つまんないやつすぎてびっくりだよね。卒業式の写真可愛すぎてあのイメージしかないです。あれは清楚ぶってる私ですね。来年もバースデーイベントありますか？できたらいいけどね。どうなんだろう。私一人で喋るの苦手なんですよ。だからあんまり普段インスタライブとかやらないんだけど、でもなんか全然やってなさすぎて申し訳ないからちょっとやってみました。今日はたくさんフォローしてくれてありがとうございます。しばらくは前髪ありで行こうと思っています。ロールモデルにしてます。大好きです。ありがとう。友達との喋り方で喋ってみてください。友達いないので無理です。モンが可愛いでしょう。うちの猫に似てます。猫に似てるからお母さんが気に入ってモンガちゃんのグッズたくさん買ってくるの。滑ってるかおちゃんが見たくて YouTube 定期的に見て、ありがとう。 YouTube 更新したくて編集中のがたくさんあるんだけどなかなか YouTube 一本上げるのってすごい大変なんだなって思います。 YouTuber の人はすごいです。できる楽器、あ、チェロが弾けます。ピアノはやめました。なんか格好つけたいな。なんか変だね今の。猫やっぱやめよう、はい、あと5分ぐらいでやめます。おすすめの体型維持方法、体型維持、もう本当にだから摂取カロリーを基礎代謝以上にしなければ太らないし痩せないんですよ。消費した分取ればいいんだから。星さんこんばんは。遊んでください。私と星さんに会いたい。ご飯食べに行きましょう。2週間の幼稚園実習今日終わりました。お疲れ様です。久々に遊びたい。遊んでください。ご飯探します。行きたいジャンルのご飯を教えてください。リストアップして送ります。
めっちゃ会いたい。スピンですか？スピンに見えるか？毎日何時頃起きてますか？7時ぐらい。あーもう外が暗くなっちゃった。仕事今終わりました。お疲れ様です。テスト終わって、そみんなテストなんだね。中間テスト今なんだ。お父さんも仕事が終わったから買い物に行ってきます。